こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、尖閣諸島に中国公船が領海侵入を繰り返す状況。つい最近では、中国側の発言が変化している。岸防衛大臣もこれには怒りをあらわに。岸防衛大臣の決意が国民は理解できた。断固尖閣防衛をとのことだ。では、今回はその大型巡視船や補正予算案などを見ていくことにします。日本の対中政策もようやく本腰に入ったのか？2020年12月、海上保安庁は、令和2年度の補正予算額を増額、主として、中国との間で攻防の続く尖閣諸島防衛に向けた対策に、その予算を、投入する方向であることが報じられた。今回の補正予算額は、総額で約345億円に相当し、尖閣諸島周辺の警備強化のための大型巡視船及びその訓練用艦艇の建造、海上警備能力向上に向けたヘリコプターの取得などが含まれている。この中で大型巡視船の建造自体はもともとは令和3年度予算に組み込まれていたものだったが、昨今頻度を増し艦艇も大型化させてきている中国側に対抗すべく前倒しを図ったものだ。ただ、海上自衛隊の護衛艦などの建造費を耳にしている方ならば、最新鋭のイージス艦マヤ型などは約1700億円の建造費が投入されていることが頭をかすめるのではなかろうか。そして、その建造費からすれば、今回報じられた海上自衛隊の補正予算額、345億円は心もとないと感じられるかもしれないが、排水量約7300トンの、黎明型巡視船のそれは約262億円となっている。このため、これよりも大型の巡視船でも、今回の予算額での建造が可能という計算だが、逆に考えれば、いかにマヤ型護衛艦などが並走のイージスシステムの搭載に費用を必要としているのかが伺える。海上自衛隊の護衛艦は、あくまで水上戦闘艦として対空、対艦、対船など、各種兵装は、もちろんのこと、多様な作戦行動に対処するために、強力な機関部を備えるなど、高額となる要素が満載されている。日本の場合、専守防衛を掲げる自衛隊では、護衛艦と呼称してはいるが、他国では、それは、純然とした軍艦であり、これに比して、海上保安庁の巡視船は、警察活動の延長線上にある艦艇だと考えられる別物だ。つまり、組織そのものが、自衛隊は、防衛力という呼び名の軍事力を、有するものであり、海上保安庁は、警察力を有するものであるといえ、同様に国家機関とは言うものの、立脚する前提が異なる。翻って、現在の中国はどうかといえば、2018年の6月までは、中国人民解放軍海軍が軍事組織であり、海上自衛隊に中国海峡局が、警察組織として海上保安庁に対応する存在だったといえる。
これが過去形であるのは、2018年7月からは中国海峡局は組織としての再編成を受け、これまでの警察組織から武装警察組織に連なる位置づけに変化しており、武装警察とは事実上の軍隊の下部組織だ。同様の形態はアメリカにも見られ、純然たる軍隊であるアメリカ海軍と別組織として湾岸警備隊が存在しているが、こちらは国土安全保障省傘下ではあるものの、アメリカの第5軍に分類される軍隊だと言える。アメリカの沿岸警備隊はユナイテッドステイツコーストガードであるが、中国海峡局もチャイナコーストガードと英語表記では同様の名称でもある。ちなみに日本の海上保安庁も現在はジャパンコーストガードの英語名を使用しており、ひとえに沿岸警備組織といっても各国で指揮系統が警察機構なのか軍事機構なのかで位置づけは変わってくる。中国海峡局が保有する艦艇の中には主砲に 76mm 速射砲を装備するものもあり、最大の口径でも 40mm クラスの機関砲までしか搭載していない海上保安庁の巡視船とは火力において大幅な差がある。ここのところ尖閣諸島近海への領海侵犯を繰り返す中国の艦艇を日本政府マスコミは中国公船と表現しているが、その実態は中国海峡局所属の軍艦であることは明白である。しかし、これを軍艦と認めてしまうと、海上保安庁の巡視船による警察力での対応が困難となり、ゆくゆくは日本側も海上自衛隊の艦艇を差し向けざるを得なくなる可能性もあり、慎重な対応をしていると言える。こうした日本側の対応は確かに後手であり、自国の領海だと訴えるのならば、海上自衛隊の艦艇の投入もやむを得ないのではないかと思われる反面、それを中国に利用されることを警戒しての対応とも取れる。これは、表向きは、中国海峡局という組織に所属する艦艇に対し、日本側は、軍艦である海上自衛隊の艦艇を投入するとなれば、先に軍隊を向けてきたのは、日本だとの口実を与えかねないからだ。実質が武装警察という軍事組織の指揮下にあるとはいえ、2020年7月以後の組織改編以後も、あえて中国海峡局という名称のみは変更せず止めている。中国当局の狡猾な意図がここにも込められているように思える。日本は中国を相手にして決して口実を与えるような行いは避けるべきだとは思えるので、先に海上自衛隊艦艇の投入は厳しいだろうが、対抗するには海上保安庁の現有艦艇では限界もある。そうした点を踏まえれば、海上自衛隊の護衛艦を海上保安庁に移管し、日本側もこれはあくまで警察力の一環であるという体で対抗していく以外に有効な手段はないようにも思えてくる。実態はどうであれ、中国のような国家に対し口実を与えないためにはつけ入る隙をなくすことが重要であり、回りくどく歯がゆく見える対策であっても、積み重ねていく
忍耐力も問われるだろう。